週刊ホームプラザラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2017年8月10日木曜日、時刻は12時47分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの知花優です。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週木曜日に届く週刊ホームプラザを一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳をお貸しいただいて、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週の女性のためのライフアップ情報誌週刊ホームプラザ、表紙を飾っておりますのは彩色顕微のコーナーから、コンサートホールのような場所で楽団がステージにいるところをバックに立っている一人の女性です。国際音楽祭大工院沖縄実行委員会副委員長、並びに琉球交響楽団副理事長、そして県立芸術大学名誉教授と数々の肩書きを持つ岩崎節子さんが紹介されています。一体どんな女性なんでしょうか。そして今週のピックアップ記事12ページは不妊治療の現場から、16ページにはごちそうレシピ、ジューズメ料理を手作りで、5ページには沖縄の魅力、ゆいゆい内科クリニック院長のアダニアさんがインタビューを受けています。15ページにはいいね県産品瑞泉からレガーレというお酒が紹介されています。この他にも様々な記事紹介されておりますので、どうぞ皆さん今週も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。2ページ3ページです。彩色顕微のコーナーから、大工根付かせ世界をつなぐ、そもそも大工とは何なのか。こちらベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱付きと呼ばれる曲の、略称のようなもの、愛称のようなものですね。で、こちらは大工と呼ばれています。この大工を沖縄で歌おうという取り組みが国際音楽祭大工院沖縄なんですが、こちらの副実行委員会副委員長を務めています岩崎さんに今回お話を伺っております。フランスから沖縄に移り住んで30年、骨をうずめるつもりで来たとお話しております。そもそもなぜ沖縄で広めようとしているのか、大工を歌えば世界中の人とつながる、平和につながるというのが岩崎さんの考えなんだそうです。そういったところもあって、この沖縄で大工合唱を広めたいというふうに努力をしてきたそうなんですが、なんと現在徐々にその努力が形になってきているとのこと。人の一つ目として、岩崎さん自身も設立に関わった琉球交響楽団の成長、そしてもう一つが沖縄の持つこの観光資源、青い空、青い海、澄んだ空気ですね。こういったところが他の日本の地域とは表現できないようなものになっているとのことで、これが他の地域にはないものとして有利に働くのではないかというふうに考えているとのことです。岩崎さんは大工を沖縄に根付かせるだけではなく、観光資源として誇りの持てるものに育ってほしいとも願っているそうです。年末によく聞くと思います大工、あの曲が地元で歌われると聞くとなんだかワクワクしますね。続いて5ページです。発信沖縄の魅力、未来を作る企業から、ゆいゆい内科クリニックの院長アダニアさんにお話を伺っています。糖質コントロールで健康にということで、普段どんな指導をしているのか、また今後の計画についてもお話を伺っています。そのお隣、宝言葉しまくてばのコーナー、今週こちらもなんと合唱についてのお話です。命の大合唱ということで、こちらはセミのお話です。7ページにはクイズで脳トレ、8ページ9ページにはユンタクサロンのコーナーです。10ページにはパパッとできちゃう低糖質クッキング、今週はベトナム料理で米の麺フォーを白滝に変えました、白滝のピリ辛フォーが前城さんのワンポイントアドバイスとともに紹介されています。11ページには人文見聞のコーナー、今週は株式会社太陽貿易の専務でありますカンナさんが開発しました新しい内カビ、新内カビ、例えば金色とかエコな内カビとか1万円札型の内カビなんていうものも開発したそうです。そういったところのお話伺っております。
12ページ13ページは特集です。増える不妊、原因は男女半々ということで、現在国内で体外受精で生まれた子どもの割合、2004年に比べると2014年には徐々に増えてきているんだそうです。不妊に悩む人々が増えているとのことで、県内の現状や治療の流れなどを空の森クリニックの佐久本院長と徳永理事長にお話を伺っています。現在今と昔とでは常識変わっていますから、まだまだ偏った知識で男だけが悪い、女だけが悪いというふうに捉えるのではなく、こういった記事を通して皆さん正しい知識を手に入れてくださいね。続いて14ページ美メイクアップのコーナーでは、日焼け後の肌のお手入れについてお話をしてくださっています。15ページはいいね県産品、ポンと弾ける果汁入り泡盛、随泉からレガーレが紹介されています。16ページ右半分には食楽サーチのコーナー、今週は那覇市牧市にありますラーメン屋さんチルリが紹介されています。そのお隣左半分から17ページにわたってはごちそうレシピ、優しい味でおもてなし、十詰め料理を手作りでお盆に向けての特集です。豚三枚肉の煮付け、ごぼう、結び昆布、この3品が紹介されております。18ページにはエンタメのコーナー、19ページにはなるほどトピックスとなっています。20ページは初めましてのコーナー、赤ちゃんの写真を大募集中です。そして22ページから23ページはインフォメーションとなっております。さて今週の週刊ホームプラザ以上となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。エンディングテーマ、本来ですと大工かけたかったんですが、ちょっと見つからなくてですね、その代わりに日本の有名なアーティストが手掛けました曲で、合唱曲にもなりました曲を聴きながらのお別れとさせていただきます。生き物係でエール。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。そして明日は週刊タイムス住宅新聞ラジオ版ございますので、こちらもどうぞお楽しみに。パーソナリティは千葉な優でした。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りしました。